はい、えっと、まず伊藤塾はですね、合格後を考えるということで、まあ、えっと伊藤塾の合格講座の受講経験のある方ですと、まあ、合格後を考えるという表題といいますか、そういったものはどこかでもしかしたらお聞きになったり、ご覧いただいたりしたことがあるかなと思いますが、まあ、どういうことかといいますと、まあ、こちらですね。 まあ合格講座等で受講された方いらっしゃるかもしれませんが、まあ行政書士試験に、まあ、今年の1月30日に発表がありますが、まあそこで合格したと。まあ見事に合格された努力が実りましたというところはもちろん、えー、素晴らしいことかなと。まあ毎年10%ぐらいの合格率の中で、えー、合格されることは非常に、えーまあ、大変なことであり、えー、素晴らしいことかなと思うんですが、 まあ合格だけが目的ではなないいかなと思います、まあ、合格が最終目標ではなくて、まあ、やはり多くの方がその後ですね行政書士登録をお考えの方も多いかなというところなので、まあ、この太字の下線のところですよね、さあ、次に何をすればいいのかというところは、多くの方が悩まれるところかなと思います。 やはり合格は合格ですごいことなんですけれどもその後ですね1月30日に合格をしてじゃあその後2月3月はどうしていけばいいかと、まあ、行政書士になるまでは非常に不安とか悩みが尽きない時期かなと多い時期かなというふうに思いますまあこれはどの、まあ、合格者の方も共通していることかなと思いますしまあえっと私も自身もですねやはり合格後は じゃあいざ何をすればいいのかというところで非常に悩んでおりましたでこの赤字の部分ですね特に何が悩むかとまあもちろん事務所をどこにしようかとか、えー、本当にやっていけるのだろうかという悩みも尽きないかとは思いますが、まあ、やはりこの行政書士の実務ですよね行政書士の実務ってどうやって覚えるのという悩みとか 疑問って誰もが持たれてるんじゃないかなと思うんですね。まあ、この最大の理由っていうのが、まあ、やはりその行政書士権は憲法、民法、行政法、まあ、商法ですかね、商法会社法。で、あと、まあ、えー、一般知識等、まあ、個人情報保護法とか、まあ、そういったのもやると思います。文書理解等もあるかと思いますが、行政書士の実務で まあ使わないことはないんですけれども、やはり憲法をたくさん毎日使うかというとそうでもないですし、まあ、民法になりますと、まあ、契約書の作成だったり、まあ、相続の仕事であれば使うかなというところですし、まあ、行政法ももちろん許認可申請の際に知識としてあった方がもちろんいいんですけれども、ただ、ダイレクトにです、ね、行政法の知識が問われる実務の場面というのは少ないのかなというところですよね。 会社法も会社設立等では使うかなというところなんですが実際に行政書士実務に携わるようになりますと多く接するのが例えば建設業法とか、宅建業法とか古物営業法とかですねそういった各業法を学ばなければいけなくなるというところです。 もちろん行政書士試験で勉強した民法、会社法等の知識は使えなくはないです。大いに使う場面はありますし、まあそういったところを踏まえた上での業法の勉強がこれから始まるというところなんですけれども、まあそうは言ってもやはり皆様1からスタートと、0からのスタートということになるかなと思いますので、 まあおそらく99%の方がどうやって実務を覚えていこうかなという疑問壁にぶち当たるんじゃないかなというふうに思うんですね、まあ、そんな中で伊藤塾ではですねやはり合格後を考えると、まあ、受験して合格したらそれで終わりですというところではなくて、まあ、こちらに記載をさせていただきましたが、まあ、行政書士の実務ってどうやって覚えるのというお悩みだったり 疑問皆様が持たれている疑問に答えるべく実務講座というものが誕生したという背景がございますでこの実務講座がですねこの太字の部分ですね実務講座で行政書士実務の体系を理解していただきまして確かな基礎力を身につけていただけるというところです まあ、こちらへとパンフレットの表紙にもですね、えー、真ん中の左部分に全く同じ記載がえ書かれております。まあ、行政書士実務の体系を理解して、まあ、揺るぎない確かな基礎力を身につけるというところです。まあ、はじめに申し上げておきますと、まあ、実務講座をですね、例えばえ約半年間ございますが、まあ、これを全部受講したからといって、例えば行政書士実務の全てがですね、問題なくえこなせますと。 え、行政書士20年、30年やってる先生方に追いつけるレベルになりますということは、まあ一切ないかなと思います。まあそんなに甘くはないですよね、行政書士実務に関しては。まあなんですが、うん、えー、ただ、そうは言ってもやはり、え、行政書士実務も、当然最初は皆さん新人で、まあそこから基礎的なことをどんどんやっていったり、まあ実際に業務を受任して、え、経験していったり、まあその中で、まあ多少の失敗もあるかもしれませんし、 まあ、例えば許可されました。そういうときに、すごいその経験値がやはり積み重ねてられていきますし、まあ、えっと、業務をやるにあたって、まあ、様々な業務の知識がついてくるかと思いますが、まあ、そういったものの、まあ、根底にあるものですね、基礎力に関して、この行政書士の実務講座では身につけていただけるというところをご理解いただければなと思います。 まあどのスポーツ選手でも、えーまあえー、どの仕事でもそうだと思います。えー、基礎力がないと、えー、その次はないですし、まあ、その実際にその応用的なものとか発展的なものからどんどん,どん,どん勉強したって、まあ、根底がしっかりしてなければあ行政書士実務だってできるようにはなりませんので、まあ、この実務講座を、えーまあ、受講をすることで、えー、きちんとした基礎力ですね。 まあ今後、さらに難しい案件等を受任していくにあたっての基礎力をしっかり身につけていただくというところをご理解ください。